こんにちは。エスパルス法人営業部の森です。市民クラブとして J リーグ開幕時に参入した清水エスパルスは、今期でクラブ創設30周年を迎え、さまざまな記念事業を計画しています。これまでも夢、感動、誇りを分かち合ってきたエスパルスだからこそ、この30周年記念事業をエスパルスファミリーの皆様と一緒に作り上げたいという思いで、現在クラウドファンディングを実施しています。このプロジェクトのタイトルは、清水エスパルス創設30周年をファミリーみんなで作り上げる、ハッシュタグエスパルスサーティスです。ではまず、このプロジェクトにご協力いただいた皆様へのリターンを紹介していきます。一つ目は7000円のベーシックコースです。こちらはご覧の30周年記念ロゴがあしらわれたマグカップのセットがついてくるコースとなっています。続いて1万円のペナント&キーホルダーコースです。こちらは先ほどのマグカップセットに30周年記念のペナントとキーホルダーがついてくるコースとなっています。続いて1万5000円のプーマロゴ T シャツコースです。こちらは先ほどのペナント&キーホルダーコースに、さらにプーマロゴ T シャツ L サイズがついたコースとなっています。続いて1万8000円のトラベルポーチコースです。このコースはご覧のトラベルポーチがリターンとして追加されるコースとなっています。続いて2万4000円のラウンドクッションコースです。このコースはご覧のラウンドクッションがリターンとして追加されるコースとなっています。続いて2万8000円のジェットストリームコースです。このコースはご覧のジェットストリームのペンが追加されるコースとなっています。続いて3万3000円のフルセットコースです。このコースは今までのグッズにご覧のトートバッグが追加されるコースとなっています。続いて3万6000円のデジタルサイネージコースです。このコースは先ほどまでご紹介した記念グッズに加えて、記念マッチの際の国立競技場のデジタルサイネージにお名前を掲示させていただくコースとなっています。続いて4万5000円の記念ムービー DVD コースです。このコースは30周年記念ムービーの DVD が追加されるコースとなっています。続いて6万円の選手サイン入り過去ユニフォームコースです。このコースは現役選手のサインを入れたご希望の過去ユニフォームが追加されるコースとなっています。続いて5万円、10万円の純粋支援コースです。このコースはリターンなしで純粋に支援をしたいという方向けのコースとなっています。続いて10万円の現役選手のサッカーレッスンコースです。このコースは現役選手が参加するサッカー教室に参加いただけるコースとなっています。続いて10万円の記念マッチ記念シートご招待コースです。このコースはこれまでご紹介してきたグッズに加えて、国立競技場で開催する記念マッチの特別記念シートペアご招待が追加されるコースとなっています。最後に20万円の講演会コースです。このコースは代表取締役社長の山室、またはゼネラルマネージャーの大熊の講演会、いずれかに参加いただけるコースとなっています。以上、クラウドファンディングだけの特別なグッズや体験がついたさまざまなコースをご用意いたしました。参加方法は、エスパルスのホームページのトップページにある30周年アニバーサリーの画像をクリック。30周年の特設サイトが開くので、このページを下にスクロールしていくと、ご覧のキャンプファイヤークラウドファンディング公開中という画像がありますので、こちらをクリックしてください。そしてこのページのプロジェクトを支援するをクリックしていただき、必
要情報を入力してご賛同ください。なお、ご支援の際はキャンプファイヤーへの会員登録が必要となります。目標金額は7000万円です。ご紹介したリターンの詳細はプロジェクトページをご覧ください。皆様よりいただいたご支援は、国立競技場で開催する記念マッチの演出と、クラブ創設30周年記念事業の実施に伴う費用として大切に使用させていただきます。クラウドファンディングの実施期間は3月21日23時59分まで。皆さん一緒にエスパルスの創設30周年を盛り上げていきましょう。ご支援よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。エスパルス企画部の石川です。今日はファナティクスの阿部さんと最新のアパレルグッズを紹介したいと思います。まずご紹介するのはこちら、選手メディア出演用ジャケットになります。こちらのジャケットに加え、選手が遠征時にホテルなどで着用する T シャツなど同じモデルのシリーズが揃っていますので、ぜひトータルコーディネートを楽しんでください。続いてご紹介するのはこちら、カジュアルロゴシリーズのアパレルです。今阿部さんが紹介してくれたこちらのパーカーのほか、 T シャツ類やキャップなど様々なアイテムがございます。こちらのミニトートもおすすめです。最後にご紹介するのがこちら、不織布マスクです。今シーズンのオフィシャルマスクはより実用性の高い不織布を採用しました。選手が試合会場に入ってくるときに着用しているモデルになります。試合日にはスタジアムの方でも清水のストアに負けず劣らずの商品を展開しておりますので、ぜひ皆さんお越しください。